おお、来た。おお。ボードを滑らせ、飛ぶ。飛ぶ。飛ぶ。その正体は、安芸高田市から世界を目指すスーパースノボ兄弟、河野環奈さん14歳、平くん12歳。小さい頃は広島のスキー場のイメージキャラクター。2人揃って全国大会にも出場。ジャンプ台を使うスロープスタイルとビッグエアの選手です。お父さんは2人を思う鬼コーチ。ゆっくりドン。お前は。お母さんは広島から車を走らせ、全国大会に出場する2人をいつも近くでサポート。家族で世界を目指す河野さん一家のゴールデンウィーク、雪もない広島でスノボ特訓とは。みんな見たことないので、なかなかこうピンとこないと思うんですけど。友達からお姉ちゃん聞かれない？え、夏なのにどうやって滑るみたいな。ってそうなるよね。初夏でもスノーボードができるその施設は尾道市にありました。こんにちは。あ、ホームテレビです。ご無沙汰してます。最近のあの大河君と環奈さん、成績どうですか？大河が最後の大会でビッグエアで優勝しました。天気が悪かったんですよ、はい、でとても寒かって。雨が降る悪天候の中行われた全日本選手権。大河くんがジャンプを成功。世代の頂点に輝いたのです。いいシーズンを終えたところで、また次のシーズンのためにもう練習を始めたところです。夏にスノーボードのジャンプってどういうことですか？見てもらうと早いかもしれないですね。じゃあいいですか。お父さんに案内されたのは尾道キングス。雪がなくても人工芝とエアマットでウィンタースポーツが楽しめるという施設です。まずここは？こちらがですね、子供が滑るソリゲレンデですね。へえ。ソリは無料。ゴールデンウィークに親子で楽しめるスポット。スーパースノボ兄弟が飛ぶジャンプ台はさらにその上。あれ環奈です。あ、環奈さん。はい、来ました。来た、環奈さん。おー、次は大河です。あの緑色の服が大河くん。来た、大河くん。おー、どうでしたか今のジャンプは？ちょっとランディングが足りてないので、大会とかだと減点対象にはなるんですけど。ランディングって何ですか？着地です。着地のことをランディングって呼ぶんですよ。エアマットなので安全だと思って着地もルーズ、要はあのどうでもいいやみたいな形でやってると立てなくなるんですよ、本当のゲレンデで。あ、なるほどね、はい、マットの上でもやっぱり立つことを意識してやっていかないと。あ、こういう風になってるんですね、はい、階段登るだけでもきついですね。修行なんで。いや、これこの上に上がってくるまでも疲れますよ、この。あ、こうやって水まくんですね。そうです。芝生の上も乾いてると減速しちゃう、止まっちゃうんですよ。ブレーキになるので。濡れそうですね。あ、もうびしゃびしゃですよ。自分で濡らしますから。あ、本当だ。なんで体濡らすの？マットで火傷するから。さあ、いった、環奈さんいった。おお。弟大河くんも。雪がなくても実はとても大切な練習なんだそうです。やったことない技とか、うん、新しい技にもマットだからなんか安心してできるから
結構練習になる。ゴールデンウィークに姉のカンナさんが挑戦するのは空中で2回宙返りをするバックフリップという大技。お父さん笑ってるけど、お父さんあれゲレンデ打ったら死ねますけど、次につなげれるもんだと思います。でもやることめっちゃ怖いんですよ、ダブルバックは。それを躊躇なく何発も打てるようになったんで。弟大河くんが挑戦するのはスイッチバックダブルコーク1080、縦に2回転横に3回転の超大技。いいんじゃないですか。今日は一日でめっちゃ伸びてます。形はできてた。形できてます。なんかいい感じのところまでできたので満足してます。できた？まだです。まだできてないけど満足です。広島から世界を目指すスノボ兄弟、冬のシーズンに向けた特訓はまだ始まったばかりです。